はい、お疲れ様です。ドラッグ&ドラグーン3やっていきましょう。続きね、2章の6節、未だに4姿すら見れてないんだけど、空にいるんじゃねえかっていうところでね、雪山に行ったんだけどいないから、どこだってなった時に、空に、気配があるよってことで、ゼロとミハイルはワイバーンが潜む雲海の中を突き進みます。初めての空中戦じゃないかな。撃っていきましょう。はい、アイテムは消費してない。もう買っとくよ、1個ずつぐらい。はい、じゃあ行きましょう。すごい。はい。やばー、高くて気持ちいいね。ちょっと寒すぎる。寒い。ここは気持ちいいけどな。君の分厚い表皮と一緒にするな。マルチロックオン今やってるね。長押しするとロックオンできると。すごい。ワイバーンだらけだな。フォーの歌に操られている。ワイバーンはドラゴンと違って過当な欲竜だからね。低い姿勢で喋ることもできないし、大したことない。あれ厳しいね。有名なんだ。あんな奴らさっさと燃やし尽くしちゃおうよ。なんかワイバーンのことになると人が変わるな。褒めてないぞ。うわ、一体逃した。最悪だ。なんか結構変わるもんだね、ゲーム性が。1に比べてね。はい、回避行動ね。なんだ、西ずいぶん原始的だな。ワイバーンはドラゴンと違って頭が良くないからね。君に言われるとワイバーンがかわいそうになるね。当たるんだ。ダメだ。どうしたのゼロ、ワイバーンにやられた？いや、君の背中が臭くて。そんな臭い？そんな入ってもいいよ、全然気にしないから。なんだその鈍感さ。そんなんだからここまで臭くなれるんだな。褒めてないからな。なんかすごく厚い雲があるよ。怪しい。怪しすぎるだろ。そう、なんかシューティングゲームだね、ほんと。ゼロ、雪嵐がひどくて前が見えないよ。どうしよう、どうするゼロ。ゼロ寒すぎて。嘘、大丈夫？そんなに言うってぐらい見下してるね。視界が悪くて戦いにくいぞ。なんとか全部落としたいんだけど難しいね。ちょいちょい食らってるしね。もうすぐの方に会えるね。ああ、もう逃がさない。おしゃべりしてね。は？おしゃべりしたら分かり合えるかもよ。ね、私は別に分かりたくないし、分かられたくもない。ゼロはフォーに個人的な恨みがあるわけじゃないよね。個人的な？小さい頃大切に残しておいたプリンを食べられたとか。プリンの恨みはないけど、死ねばいいと思って。なぜ？どこの種類もそんなもんだろう。
実行するかしないかの違いで。まあね、理由はあるんでしょうけどね。前のそのミカイは多分知ってるんでしょうね、理由は。いけるな。あー、ちょっと待って、オッケー。なんかいまいちこう距離感がつかめない。お、全滅。パーフェクトボーナス。とうとうやってきたのね、ゼロ姉様。待たせたな。散々逃げ回りやがって。今死なせてやるからそこで待ってろよ。私、ゼロ姉様とは戦いたくない。ああ、強くて美しいゼロ姉様にずっと憧れてきた。姉妹で殺し合うなんて悲劇よ。ふざけんな。こっちは死ぬほど寒い思いしてきたんだ。内臓を引きずり出してのた打ち回らせてやるから覚悟しとけ。嫌だ、嫌よ、嫌だ。伊勢たもおれ、伊勢たもおれ。第四の歌、いにしえの盾。荒人に許されし力、主を守る最強の城。汚れし汝の食材を打ち空に刻み込まん。我がエカートの名において、閉じろ、枯れ晴らし。いや、いちいちかっこいいな。なにこれ。あれだ、フォーの魔人龍か。完全に死ぬじゃないか。正面は砲台だらけだ。下から回り込むと。どうした。ダメだよ。どうして。話の悔いは魔法だよ。敵のこの力でうまく止めない。引き寄せられちゃう。いちいち砲台にご挨拶しなきゃいけないのか。やってくれるな。時間制限、マジで。落ち着いて狙うんだ。ちょっと待って、いちいちかっこいいぞこの戦闘の歌。避けてんのかこいつ。難しいな。ゼロ姉様、目を覚まして。昔の優しいゼロ姉様はどこに。さあな、私は私だ。緊張した。ゼロ姉様、覚えてる。幼い私がいじめられて泣いていたら、ピアノがそばにいてくれたよ。人間違いじゃないのか。いいえ、それがゼロ姉様の真の姿よ。ちょっと待ってね、これいちいちかっこいいな。チトもね、多分あれ回復が今はいいんだけど。さあ、歌うタイモード使ってみる。うわ、違う、ゴムだ。君たちにはそれがないって。やめて、口を慎んで。
君が死んでも君の人は死ねない。なぜなら私が君の人とやりまくってやるからね。頑張ってる。さっさと向こうぜ。的が小さくて狙いにくいんだもん。狙いにくいんだもん。おお、ギリギリ。アルマフットすごい元気完成だ。まさ、おお。どんだけ逃げりゃ気が済むんだ。おん。おとなしく死ね。ゼロ姉様に私は倒せない。そりゃすごい自信だ。はい。君に弱点はないのかな。弱みは誰にだってあるわ。あぶ。けれど、私はそれを見せないでいられる。はい。ゼロ姉様のように剥き出しにならないでいられる。それはどうかな。別の種族だ。もったいつけてんのか。それでもあそこが臭いのかな。やめて、やめて、そんなこと言わない。タイミング難しいな。あ、これでいいのか。やめて、ゼロ姉様。やめない。殺す。それは好都合。一方的にやってやるよ。レッカ、この悪夢から早く目覚めさせて。おお。あと少し。ちょっと調整しますね。話あればと思って。てか危ない。もうない。やりましょうか。オッケー。お待たせ、フォー。そろそろ殺すけど、心の準備はできてるか。フォー様は、この私が守って。やめろ。ここで殺さなきゃ。こんな時出てくるな。うん、どうした。ここはらしいぞこれ。ゼロ姉様、人格が戻った。昔のゼロ姉様だわ。私はどうしたの。他の妹たちはどこに。もう大丈夫。怪しいぞこれ。ありがとう。そんな正気になったんじゃ。二重人格とか。そんな都合のいい
話が！あるわけないだろう！私も殺してください。歌姫は殺す、男は奪う。前も後ろもきれいに洗って、夜を待ってろ。前も後ろも。次の歌姫はスリーか。あと3人。今なんか、え、君の形変わってなかったか。え、形、うわ、なにこれ。なんだろうね、ボス戦はすっごいこうかっこいいんだけど、ね、下ネタ入ると途端に冷めちゃうね。意外にこう殺されなかったね。こうなんだっけ、あとうわよみたいな言ってたけど、ね。でなんか歌姫殺したら。中から黒いもやが出てたじゃないですか。あれなんだろうね。人格が変わってるとか操られてるではないと思うんだけど、なんかでも良くない感じはしますね。私の武器まで使われてしまうとは、なんという屈辱。おこいつ変態だぞ。こいつも変態だな、ド M だな。第二形態。あー、形変わったってそういうことか。飛空艇。マジで？前回に4を倒したっていうことで、次に、どっちだっけ？ 3 だっけ？ 5 からだんだん遡ってんだよね。で、森の国3を目指してかな。一節第一項、森の国へ。妖怪都市に攻め入る剣士ゼロ。ミカエル。二人の目的とは、そろそろ分かってくるのかな。行きましょう。で、前回はいろいろね、お、武器素材が手に入る。いいね。高。高。補充しといて、で、武器。なんだこれ。守護者の先生。あとか。で、使徒編成。普段は紳士的だが、自らに向けられた苦痛や逆境を試練という名のご褒美に変換する極端なマゾヒスト。ガチムチでマゾってひどいなぁ。どうすんだこれ。二人になっちゃったけど、変態が。まだいんのこの。これよりもひどいのが。どうすんだろうね。二人ともや、なんかこう、やめておこう。で、あ、で、鉄鋼が手に入ったのかな。まあ、隣接武器ね。隣接というかなんだこう、殴る武器かな。はい。
ゼラの剣、あ、70、めっちゃ強いじゃん。え、どうする？せっかく、ライオをレベル3にしたんだけどな。強化できないかな。ダメか。70か。変えとこうか。強い方がいいもんね。で、レベル4がマックスだから。で、これまあ、もともと探検だからね。そんなに攻撃力が高くないっていうのがあるので。またもうちょっと別のね、使えそうな武器が出てきたら、変えていきましょう。で、デカーとの格闘、はい。ん？あー、どうしような。これに変えときますか。とりあえず攻撃力でね、選んでいます。いきます。フォーを殺害したゼロは、次なる目的地、森の国へと向かう。そこは、妹スリーが住まう、狂気に満ちた森だった。なんか入れない部屋があるな。ここに地図があるみたいだけど、鍵がないと入れないみたいだね。探すのか？めんどくさい。でもこれだけ部屋があればアイテムもたくさん収納できるよ。プレイ用のベッドもな。え？何か言った？何も言ってません。まあ説明書読んだらね、書いてあるんだけど、ゼロはね、まあわかる、今までのやりとりでわかると思うんだけど、だいぶこう性に対して、積極的というか、いろいろね、なんだろう、開放的というか、そういう部分があるのでね、こういう部分もあるということで。フォー様が負けた上に下僕として使われると、あまりといえばあまりな状況。君のその腕についてる武器、それ何？これは格闘用の武器でして。よこせ。それはよこせ。なんという辛いブレイ。まあ、まだこいつの方がいいね、楽だわ。リートはちょっときついからな、言ってることが。あれ？喋れない。この飛空艇、死体が隠された部屋もあったりして、長らく放置された死体だから、腐敗が進んでぐっちょぐちょだろうな。ねえ、リートきついんだよね。匂いなんかもひどくて、ゼロ、吐いちゃうよ、きっと。じゃあこの部屋見てみようか。鍵を探さないと。のんびり探すしかないね。ああ。次はどこに行くの？森の国だよ。森の国？森の国にいる歌姫、スリーを殺しに行く。ああ、これ以上罪を重ねることになるとは。なんで嬉しそうなんだよ。飛空艇があるからこれからは楽にたどり着けそうだな。うん。さあ、心機一転、新しい討伐の旅に出るかな。やったぞ。歌姫を倒したんだ。スリー様に褒めていただけるぞ。やったぞ。
せっかく手に入れた飛空艇を、お前ら全員ギッタギタにぶっ殺す。はい、格闘装具、ああ単体ね、単体特化ね。はあ、そんな面倒くさいことするか。おい飛空艇を、せっかくの飛空艇を。許せん。ゼロ様はよほど飛空艇に乗るのを楽しみにしておられたようですね。ま、そうだろうね。まあ、デカーとなんかこう馴染みすぎじゃない？早速。おい、あいつどこ行った？あいつ？ミハイルのことだよ。ゼロは絶対名前で呼んでやらないんだ。なぜですか？いじめだよ。ただのいじめ。なんと素晴らしきプレイ。だからよりお仕置きを与えてくれる存在であるゼロに従うことを選んだんだよね。その方に、従ってというか、なんだ、追って死ぬよりもそっちの方が素晴らしいと。でこの格闘武器はかっこいいね。かっこいいねこれ。長っ、ずっとすごいな。ケンシロウに蹴られてるみたいだったね今。じゃあやっていこうか。ただやっぱり、まあ単体特化とはいえ、使いにくいのは使いにくいんだよな。重た。これね、ゼロの剣でいきましょう。で、待ってね。痛い。戻れないよね、なんか。道はあるっぽいけど。まあ、行きましょうか。おい。確かにね。ゼロ様はなぜこのような無差別殺人を。空挺の恨みだろう。単純で怖いよね。どこが、向こうに死ぬほどいたぶられるんだよ。っていうか死ぬけど。死ぬほどの攻めく。違う。くそ、助けて。助けるわけないだろう。空挺ぶっ壊しておいて何言ってるんだ。正確にはゼロの飛空艇じゃないけど。まあね、カメラワークちょっときついね。やっぱ我らの森が奪われるのか。まあ難しいよね。スリー様のために、スリー様のために。元気に繋がりしたい。おい、もうなんかどこにいるかわかんねえ。で、ロックしたら確かにこう、捕らえてくれるんだけど、なかなかね、これ、いいとは言えないんだよね、ロックも。で、前行きましょう。この塚、案外硬くて痛いの。硬くて。違う。いちいちだな、お前。ほんと。興奮ポイント？わかんないな。ほんとこいつらもう意外といいコンビなんじゃないこれ、もしかしたらね。
なんか面白いんだかどうなんだかよくわかんないな。あのでかい木、あからさまに怪しいだろう。ならば、あそこに歌うたいのスリー様が。行くぞ。飛空艇の恨みは恐ろしいってことを見せてやる。スリーは飛空艇とは関係ないと思うけどね。なんて恐ろしい歌姫だろう。逃げてんじゃん。おい、しっかりしろ。で、まあ、なんだこれ。また下の壁に閉じ込められました。どいつもこいつもめんどくさい真似を。アンデッド。ゼロさん、アンデッドです。見りゃわかる。言うか、匂いでわかる。臭いの。あ、死体か、はいはい、ガードしやがった。ほら、百裂剣、百裂脚。ガード弾けないの。すげえ。届かない。いいね、これ楽しいね。まあね、こんななんか微妙っぽい感じもあるけど、でも基本的にはなんかやっぱ新鮮で、このゲーム楽しいよね。絶対他にないからね。下ネタがどぎついだけじゃなくて、なんか全体的に新しいよね。全なんか演出というか、いろいろね。これ、いまだにこれダメージゼロっていうね。ガードしてんじゃねえよ。ほら。こんなもんか？あの、さっきの、討伐しに行こうぜみたいなところも良かったんだけどね。ああいう感じ。さあ、あ、回収してないの。あれ？消滅した？待って。そういうプレイ的なあれ。あんまり股間膨らませてるとゼロに切り上げられるよ。想像するだけで私はもう、もう、ああ。絶対いらねえでしょ、そういうのやり取り。はい、ゴールド。で、うわぁ、だね。さあ、カウンター行ってみよう。ああ、ダメだ。難しいな、これ。行き過ぎちゃうんだよな。ほい。で、チラ見してんな。これ使いにくいな、ほんと、この武器は。槍は。だいぶ遅いね。やっぱ基本この剣で戦うべきかな。将兵が通るぞ。救護班はいるか。無謀たらしいことだ。ほい。上はどうだ、これ。撃ってこない。状況を報告しろ。全滅。我が部隊は全滅です。ん？大姫一人に一体何百人殺されてる。ほい。オッケー。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってね。はいはい。はい、ラスト。はい。はい。結構受付猶予があるから。お前かまた。そんなに難しくはないんだけど。カウンターね。お？OK。倒しきれないのか、これもしかして。オッケー、武器素材。お、いけないのか。さあ、あ、これはこれだけか。で、倒してもこれ倒しきれないみたいだから、仕方で行きましょう。はい、さあ、色違い。キュウヘイもいるね、上に。違うか。アンデッドギガース、マジで。シコフ、うわー、マジか。そういう系。ちょっと待って。こいつら、邪魔でしょ。誰に死を触れてやるって。しゃ。何が後ろからだ。全丸着声だ、バカ。さあ、オッケーオッケー。ええー、マジで。避けたはずなんだけどな。おお。まあ基本一緒だけど、ちょっとパターンが、マジで硬っ。はい、だいぶ硬えな。おいおい、えい、人は死なないよねこれ。やばい、ちょっと見え。勝てえな、どうすんだこれ。格闘に変えようか。今こそね、変えなきゃダメだよ。あ、いい、全然いい、全然いい。ここにしよう。ほい。ご褒美いただいてるね。うわ、見えない見えない。オッケーオッケー。さあ、百裂客。うわ。嘘。ちょっとちょっとちょっと、端に追いやるとこういうことあるな。
こっち来てくんねえかな。ワンコンボだね。でも基本このなぎがちょっと見にくいから、これ振らしてこれか突進を回って決めていく感じだね。でこれはまあ避けて一発ワンコンボちょっと入れるぐらいが安定かな。おお、これ早いよね。見えない見えない。おい危ない。なんでなんで今そっち行った。あ、もうちょい、ただ危ないからはい。おい。オッケー、やっと倒した。いや、疲れた。ことはないと思うんだけどね。風邪をひかないだけじゃないの。歩いても歩いても草ばっかり。飽きたぞ。子供みたいにだだこねないでくださいよ。ん、さあもうちょっとで終わり。確かゼロ様の機嫌がどんどん悪くなっておられるような。スリーもミハイルも見つからないんだ。無理もないさ。でも指摘するなよデカート。ゼロさん吹っ飛ばされるよ。オートプレイ。あ、でもなんか会話がちゃんとし、この二人で完結するようになったね。あれ？なんかしっくりきてねえか？このパーティー。あれ？いいんじゃねえか？リトもね、変なこと言わなければいいのにね。オッケー、あ。死んじゃったよ。この先の妖精の谷に行くぞ。はい、スリーを探して森の奥に来たけど違う、撃ち落とされたんだ。だけどミハイルがいないってことで、妖精の谷にね行きましょうっていうことでですね。はい。でフェアリーはまあ元々全体、種族的に、種族でいいのかな、口がね悪いんですよね。だからまああれで意外と普通に喋ってるつもりなんだよね。だから妖精の谷にいるよってちゃんと教えてくれたんだけど、やっぱりこうね、ゼロには無理だったっていうことでね、叩き潰しちゃいましたけど、次回ミハイル探しに妖精の谷に行きますっていうことで、今回は以上です。ありがとうございました。